父さんの天才すぎる頭脳エピソード参戦。昇進試験を受験。勤務中に遊んでいることを怒られた楊さんは、ごまかすためについ言葉のあやで昇進試験の勉強をしていると言ってしまう。部長にバカにされ、後に引けなくなった楊さんは中川と玲子の協力のもと試験を受けることに。その結果、みるみるうちに力をつけ、部長の難しい質問にも難なく答えられるようになる。楊さんが自分と同じ身分になることを恐れた部長は、あらゆる手を使って勉強を妨害するが、とうとう試験当日には東大の二次試験で満点を取れるレベルに。しかし、この話のオチでは、結局試験当日に寝坊し全てがなかったことになる。高校受験、試験の3日前から勉強を開始し、寝たら全てを忘れてしまうという考えから、72時間寝ずに勉強し、見事試験を突破する。100人一首の句を完全に暗記。ある日、部長から100人一首のルールを知らないことをバカにされた楊さんは、雪辱を果たすため句を完全に暗記し、部長に勝負を挑む。結果、部長にボロ勝ちした楊さんは部長を虫けら、ゴミ呼ばわりした。